イラストレーターの洞口佳代と申します。もともとは一度アパレルのデザインで洋服のデザインの方をやってたので、はい、やっぱ洋服に興味があって洋服のデザインをやっていくうちにお洋服の絵を描いたりとか、T シャツの柄だったりとか描くようになって、どん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 こうイラストっていうものに興味を持って、でイラストレーターに転向したって感じです。多分洋服の T シャツの柄とかを描き始めて、こう一つの空間の中にいろいろなものを入れるっていうのをそこで覚えたというか感じるようになって描き始めたんだと思います。動物をモチーフでメインで描くようになったのは、イラストレーターとしてお仕事いただくようになってからが多いですかね。もともと女の子の見る世界観っていうのを描いてたんですね。で、女の子がこういろいろ感じる中で、その対する人だったりとかがこう動物として、まあ、人間を動物化してるというか、そういう感じで始まったんですよね。もう絵を描く上でもう見てるだけで楽しくハッピーにっていうのをテーマに描いてますので、それは必ず守ってというか、一枚の絵にこうモチーフをギュギュッといっぱい入れることが多いので、こう毎日こう見てるうちに、あれこんなとこにもこんなのがとか、こう新しく発見したりとか、こう楽しめるようなことっていうのは必ず入れるように心がけてます。物語が一個できるようなっていう世界は大事にしてます、うん、何よりもこう描き始めるまでにこう思いつく方が時間がかかるので、最初にこうラフでババッとこういう世界観描いてみたいなと思って仕上がってみたら、あれ全然違うっていうことも多々ありますね。もう最終的にはだからいつまで経っても終わらないって言った感じなので、どこを終わりとするのかっていうのでいつも悩む感じですね。今やってるようにこうイラスト商品化をもっと広げてはいきたいのと、あとあんまりこう作品としての絵の展示会ともやっていないので、これからもしそういうこともできたらなっていうのはありますね。あとはもうとにかく長く絵を描き続けることですね。ゲットウェル。